赤崎小学校つなぎ美術館は、熊本県足北郡つなぎ町にある公立の美術館。2001年4月開館。洋画家、堺の和幸の作品を収蔵品の中心とし坂本善造、宮崎静浦熊本に、ゆかりのある芸術家の作品や大山学民族の衣装などを収蔵、展示するほか、現代美術による企画展の開催、アートプロジェクト、 レジデンスプログラムなども実施している。熊本アートポリス第7回推進賞選賞を受賞。平成25年度地域創造大賞を受賞。平成26年度熊本県知事表彰地域作り夢チャレンジ大賞を受賞。美術館と舞鶴城公園展望広場を結ぶモノレールを運行している。 2008年度からは、住民参画型アートプロジェクトを実施している。2013年6月19日から2016年3月31日まで、同プロジェクトとして、すでに並行し立ち入り禁止となった海の上の小学校を利用した赤崎水曜日郵便局が催された。2014年度に赤崎水曜日郵便局が2014年度、グッドデザイン賞を受賞。 2016年3月31日をもって閉局した。堺の和幸は日本の洋画家。福岡県田川郡戸田町生まれ。福岡市販学校卒業。戦前満州や東京で過ごし、戦後妻の故郷である熊本を拠点に活動する。美術教師や海老原ノ之助により開設された。 エビハラ美術研究所の所長、熊本県美術協会委員長などを務める。作品の多くは、遺族によりつなぎ美術館に寄贈され、つなぎ美術館の収蔵品の中心となっている。つなぎ美術館2階と、舞鶴城公園展望広場を結ぶモノレールを運行している。全長241メートル、最高勾配33度、片道約5分。 舞鶴城公園は、つなぎ城が別名、舞鶴城と呼ばれていたことより名付けられたという。公園展望広場から遠く、知らぬ控を望むことができる。遊歩道も整備され、広場には屋外彫刻が設置されている。つなぎ美術館、アーカイブド2012年10月28日、アット・ザ・ウェイ・バック・マシン、第7回受賞施設熊本アートポリス、ニュース、 地域創造。2014年10月29日閲覧。熊本日日新聞。2014年10月23日長官。アートでつなぐ町民の絆つなぎ美術館学芸員。楠本里志郎氏。日本経済新聞。2013年12月10日。長官文化面。赤崎水曜日郵便局。2014年1月19日閲覧。赤崎水曜日郵便局。 2014年10月29日閲覧。赤崎水曜日郵便局閉局 AB、堺井野和幸が周辺参院改編。堺井野和幸が州熊本県つなぎ町、1991年、つなぎ美術館、利用案内、つなぎ町公式 HP アーカイブド2011年12月24日、アットザウェイバックマシン。ありがとうございます。